麦町は徳島県にある町である。本校では調整前の名称である麦村についても述べる。徳島県の南東の海岸沿いに位置し、室戸阿南海岸国定公園、内災運動公園、八坂八浜などで知られる町である。断崖絶壁沿いに位置しているため、かつては土佐街道の難所であったが、 現在は改善されており、徳島県と高知県を結ぶ通過点となっている。1975年度現在の麦町、中心部町の中央には麦川が流れており、その流域沿いには町があり、農業が盛んである。断崖絶壁沿いには太平洋に面しているため、南海地震や台風による被害をたびたび受けてきた。沖合にいくつか島を持ち、 徳島県内最大の無人島大島、人の住むでは島などがある。大島付近には高さ10メートルほどに成長した世界最大級の小部浜サンゴがあり、千年サンゴとして親しまれている。麦の中心集落より東側には山がせり出していて南町まで続く断崖絶壁である。ここには南阿波サンラインが通り景色が良い。小麦松が 磯山地下戦闘症をあざ1950年10月1日、現在の国勢調査では1万521人で、あったが、その後は、右肩下がりで減少し続け、1965年10月1日、現在の国勢調査では1万を切った9190人で、あり、その後も毎年減少し続け、2010年10月1日現在では5000人を、 きり4850人になっている。健康役場町長徳島バス南部、麦営業所海外国内麦駅ファイル、麦ポート、JPG 麦港高速バス路線バス、国道県道漁業が盛んであるため、魚介類が特産物である。ありがとうございます。